大規模マンションは日本の住居区分の一つ。倉庫数が一般的に100個を超える住居用集合住宅のことである。大規模とは法令では建築基準法や建築基準法施行令などで構造部の材料や建築確認に関する条文に定義の記述が見られるが様々な定義がある。住宅市場においても人気が好調であるとされている。ザ 東京タワーズワールドシティタワーズ第二次世界大戦後の日本では住宅不足対策のため日本住宅公団が大規模な住宅供給を実施しそれらはマンモス団地と呼ばれたまた郊外の丘陵地を開拓したり田園を埋め立てたりして小建て中心のニュータウンが盛んに作られていたが平成に入る頃になると主に民間デベロッパーが主体となり 工場跡地など都心部を中心に大規模マンションが建設されるようになった。人口の都心回帰や東京を一極集中の加速の要因の一つとなっている。スケールメリットを生かした豊富な共用施設、広大な敷地面積を利用した旅館、認可保育所やスーパーマーケット等の利便施設誘致といった点をセールスポイントとして開発される例が多い。 2000年代までは団地型の大規模マンションが多かったが、超高層マンションのツインタワーなどの登場で、飛躍的に個数が増えた。現在1位のザ・東京タワーズは2棟で8000人以上が居住し、北海道夕張市や歌市内市などより人口が多い。2位のクレストプライムレジデンスも14棟で、合計2500個、約7500人の計画人口で建設されている。 一棟で3000人以上が居住するタワーマンションもあり、一つの自治体に匹敵する人口規模のマンションが多数出現している。なお、マンモス団地と大規模マンションの過渡期には1971年から1988年まで断続的に建てられた四季ニュータウンが象徴的である。パークシティとヨスザタワーパークス田園都市溝の口2021年現在、 日本最大の大規模マンションは2008年に、竣工した東京都中央区のザ、東京タワーズ。民間の単一事業主による分譲マンションとして、日本最大なのは2007年2月に竣工した東京都港区のワールドシティタワーズ。2020年までに完成して、東京オリンピック選手村として使用された後、分譲される。 東京都中央区春海五丁目西地区第一種市街地再開発事業では4145個の供給を計画している。千葉市三浜区幕張新都心若葉住宅地区計画では2029年まで段階的に約4500個の供給を計画しており、6棟のタワーマンション建設が進んでいる。2021年時点での全国の大規模マンションの 個数の順位は以下の通り。なお、183ある村のうち5000人以下は143村、740ある町のうち5000人以下は140町となっている。通常のマンションは100個規模のものが多く、200個規模でも大規模という故障が見られる。大規模マンションとはスーモ住宅用語大辞典。スー .jp。千二十一年二月十五日閲覧。 6月売れ行き好調な首都圏郊外大規模マンション、その人気は本物なのか。ヤフーニュース。ヤフーニュース個人。2021年2月15日閲覧。不動産経済研究所の首都圏マンション管理費調査によれば、高層マンション管理費は割高であるという結果が出ている。マクハリベータワーズプロジェクト、マクハリ新都心若葉住宅地区計画。 skyskysky.net 2019年8月3日閲覧幕張で倉庫数4500個の大規模開発指導最新不動産ニュースサイト RE ポート2019年8月3日閲覧ありがとうございます